今年も8月15日終戦の日がやってきましたけども、まあ、この時期になりますとね YouTube でもテレビでもこう戦争の話をずっとするんですが私今回ですねこう誰もが触れないようなちょっと変わった話、まあ、これ端的に言いますとこれ中核派のね話中核派と靖国神社と法政大学の話をしたいと思います。 8月15日を迎えますと、靖国神社も必ずこうなっちゃうんですよね。もうね、私から見ると、なんかもうフェスティバル状態といいますか、なんかお祭りにな,なっちゃって、一大風物詩になっちゃってるんですけども、ただね、この中でこんな方々もいますよね、えー、右翼と左翼入り,混れる入り混じれるわけなんですけども、こういう形のね、完全に右翼とおぼしき人々、あとはこんな形で、当時のね、こう、日本軍の服装をした人、いろんな人がいますけども、あのね、 最近もう毎年から、はおって思うんですけども、なんかね、こういう人たち本当増えましたよ。あの、これ間違ってたら申し訳ないんですけども、どうも中にはですね、コスプレ感覚でやってる人がね、いるような気がしてなりません。この人たちがどうこうってわけじゃありませんよ。でもね、じゃ私はなんかそういう人たちが混じってるような気がしてならないんですけどもね、まあそれはちょっと置いときましょう。で この人たちも登場するんですよ。まあ、左派といいますか、中核派の人たち、まあ、全部ひっくるめて一緒なんですが、まあ、とにかくね、言ってること、むちゃくちゃでしょ。これ見てください。朝鮮侵略戦争反対、あのねと。なんで日本が向こうに攻めるんですか。そんなことあるわけないでしょ。さらにこれも同じ。 小泉の靖国参拝許すなと北朝鮮侵略戦争阻止と誰が北朝鮮に攻めていくんですかともうどう考えても頭の中沸いてるとしか思えないアタオ連中ですよだからもう明白ですよね日本の人たちじゃなくて向こうの支持を受けたあまあ手先であるというのは、まあ、これはもう説明するまでもないわけなんですけども。 話を中核派に戻しましまょう。さっきのねデモをしてた連中の中にもね中核のやつやあ連中は混じってますよでこの写真なんだか分かります実はこれもう今はないんですけども法政大学のこれ校舎になります。 今はこんな立派な校舎になっちゃったんですけども、その当時は今みたいな、ね、今度古いやつだったんですよね。それで、これ空撮でそ空から見たこれ法政大学なんですが、はい、この赤枠が法政大学ね。で、左に黄色い枠、はい、これがありますけども、これがね、近くで見るとこんな感じなんですよ。 ところが、です。これ非常にもうおしゃれになってますけども、その昔はね、こんなような、ね、なんかもうガメちょっといかついね、こういう白いコンクリートの打ちっぱなしの建物でした。で、これがね、中核派の根城だったんですよ。まあ、アジトといって もいいでしょうつまりね中華街の連中はこの中でいろんな作戦を練ってここから出撃していたんですよね。でこれね、えー、とイラク新報とおそらくあそこに書いてあるんですがイラク新報粉砕とそして今度は教科書攻撃粉砕なんて書いてありますがここのこの階段のところに必ずこういうような,なんかあったね意味不明のことをこうやって貼って大きな声でみんな騒いでいたという時代がありました。 今でもね、縫製というのはもうねじろになってますけども、例えばこんなような形でこう、機動隊と中核がこうやって揉めるでしょう。そうすると、ヘルメット見てください。中核の中に、あそこ、砲って書いてあるでしょ。これ、縫製って書いてあるんですよ。中核がこうやってたむろしていると、必ずたむろじゃないですね。こうやって暴れ回っていると、必ずこういうね、砲製って書いてある連中がいるんですけども、これは今でもあそこをねじろにして、彼らはやっているということなんですよ。 で私が何でこんなことをね話しているかといいますか非常に詳しいかと言いますと、まあ、その当時もね週にね 2回ぐらいですかね。2回ぐらいは実はさっきの自治会館に私はね、あの足を運んでいました。で、この連中、この連中といいますか、この人たちの大先輩ですよね。そういう人たちと私は結構話をしていたんですよ。あの、そんな険悪な雰囲気じゃなかったんですけどもね。いや、もうなんでこんなバカなことやってんだみたいな形で、私とはまあ、どっちかといえば単反対の立場で彼らに対して話をしてました。でもね、結構オルグされましたよ。 君は間違っていると。俺たちの仲間になって一緒にやらないかっとしょっちゅう言われました。で、実際にね、いや、私もちょっと悩んだんですけども、あの、成田空港闘争の三立化闘争あったでしょ。あそこに行かないかとも言われたんですよ。でね、ぶっちゃけた話ね、もう今だから時効だから言えますけども、ちょっと仲良くなったね、中核輪のね、お兄ちゃんに言われましたよ。あの、降り行って頼みがあるんだと。実はもう人数が足りないんだよなと。 なんとね60年安保だったらいいんですけども、もう80年代になっちゃいますと、こんなことやってる連中いないんですよ。だからね、成田闘争といっても、弾といいますかね、兵隊がいないんですね。だから、別に思想、心情、関係ない,ないくていいからさと。このヘルメットかぶって下馬も持って、今度来週ちょっと成田は行ってくんないけどただし、逮捕されたり、怪我したらまずいから、この集団の奥にいてもいいけどな、まあ、あの真剣な顔して言ってましたよ。まあ、私、行かなかったんですけども、そんなこともありましたね。その 当時ね というこれ中核化なんですがいやーこれね懐かしいですよね1985年6年5年でしたっけねこれね浅草橋焼き打ち事件というのがありましてこれも私も鮮明に覚えてますね当時今と違って携帯なんかないんですけどもやっぱり噂ってのはすごいですね誰かがテレビかなんかワイドショーか見たんでしょうでそれが口ずに伝わってきてなんか浅草橋が焼き打ちになって今山手線止まってるらしいぞあ山手線じゃない総武線ですか、ね、止まってるらしいぞ とかねそういうね噂がキャンパス中をこう駆け巡ってたわけなんですよね。で、えー、こんなようなニュースが翌日朝日新聞に流れていました。で、これがその当時のね、これ中華家のこれなんだ、あの勝利宣言ですよね。やったぜと、中曽根、えー、なんとか打倒えなんて書いてありますけども。でもね このニュース見てね当時は気づかなかったんですけども今見るとああと思うことありますね、これ朝日新聞ですよ上の見出し見てください乗客の怒り、順法潰すということでこれ朝日新聞まだまともなこと言ってるでしょ こういう形で野球打ちをやっている中学派というのは法律を守らないと順法を潰す行為だということで怒りの球団という論調でこれ朝日は論じているんですよ。今と随分違うと思いませんか今もうめちゃくちゃでしょ、ね、安倍さんのあの狙撃犯を見ても擁護するようなことを平然とね社説として言います。えそしてさらには 阿部さんが亡くなった後にこれ新聞紙面上に訳のわからない川柳やりましたよねまさに死者を冒涜するというとんでもない川柳を平然と載せて知らん顔して ってね、平然としししたた顔してたでしょもうめちゃくちゃじゃないですか。もう完全にもう人間の心を失ったね、えー、これはもう集団としか言いようがないんですが、ただこれを見ると、法律を守ると、こういうことは良くないんだってことを言っていますから、まだ中学に対し,対してね、えー、ちょっとこういうことでちゃんと真っ当な意見を出すような良心があったような気がします。ところが今変わりましたね、あの例のね、えー、日本連合赤軍の赤軍の重信房子がね、出所したときに、 もうモロデを上げて朝日新聞の連中はなんか応援してたでしょ。ヒロインがついに釈放されて世の中に出てきたと。で報道特集の金平キャスターというのはあの現場にいっ でえー、そして重信夫妻さん「お疲れ様でした」みたいなそんな言葉をかけていました。もう異常としか言いようがないわけですよ。で今はどうかと言いますと今でもこんな感じでねこれ戦う兄弟生と連帯なんて書いてありますけどね「放題放いでも」って、まあ、相変わらず同じことをやっていますよね。でもねちょっと変わりましたね。 えー、この彼女確かね学習院か国学院かどっちかと思うんですけども中核派のねこれ中心人物でやってる、ね、メンバーですよおへそ出してますけどもこれ中核派と若い女性2人いるでしょう1人は杉並区議のね女の子あ女の子なんですじゃあこれ大変ですね、えー、その子とそしてもう1人はこの女性ということでやってます、えー、これあの手元を見ますと安倍国際阻止なんて国葬阻止って書いてありますのでこれね昨年のこれ写真だということが分かりますけども 相変わらず、ね、この人たち様は訳わからない行動をして,るっているとのはよくわかりますよね。 ちなみにですが何で法政大学とねえー、の話をしたかと言いますと今法政大学でしょで中核派でしょで靖国の話もすると言いましたがよくこの右奥見てくださいこの高い建物の右奥なんかこんもりした森があって日本風の屋根が見えるでしょはい靖国神社なんですよ今カーソルをちょっと合わせますがはいここ見てください靖国の鳥居が見えますよね 鳥居が見えるでしょ実は靖国神社なんですよですからその当時もそうなんですけども中核派というのはこの黄色いところを根城にしてアジトにしてそして8月15日になるとあの右上のところにこう出撃するということを繰り返していたわけなんですよ。ねだから法政大学靖国神社中核派というのは、ね、もうなんか三位一体のような、ね、こういう状況になっているわけです。 もう一つですね、古い話で恐縮なんですけどもね、これは私の一時情報ですけど、こんなことがありました、この赤枠左、これ、新宿駅なんですが、真ん中辺に緑枠ありますね、ここはね、富久町といいまして、まあ、本当に新宿の一等地なんですけども、今、ここにね、新宿区立富久桜公園ってあるでしょところが、今からまあ30年前、40年前というのは、古い法務省の感謝、宿舎が建っておりました。 法務省ですからこれもねその当時というのはこれは中核派のねこれはね攻撃の対象になるんですよでも今行くともうこんな感じね、えー、もう綺麗なこういうお庭といいますか公園になっちゃってるんですけどもね実はねこれも40年ぐらい前35年ぐらいかなってお記憶してるんですけども 中核派がここに立っていた法務省のこの感謝にミサイルを撃ち込んだという事件が発生しました。ミサイルといいますかロケット砲だったかな。結構ね、10発、20発ぐらいね、もうまさにね、すごい感じで打ち込んだんですよ。で、私、実はこの当時、なんとです。この辺に住んでたんですよ。この赤ワに。 えー、この法務省の感謝があって、えー、こう壁一枚隔てたここに、まあ、当時ボロボロのアパートが建っていたんですがそこに住んでましただからね発射音聞いてんですよ私なんかシュポンシュポンなって音がしてなんだこれなんて思ったんです朝方だったんですよねで、えー、気が付いたらもうパトカーがたくさん集まってきましてううなんか起こったんだと思って見ていましたらそうしたら私の部屋にですね機動隊員が実は来たんですコンコンコン,コンとこうなんかノックしてね上がってきたんですよ でなんか電気ついてるけどちょっと見させてもらっていいかなって学生さん会になってくるんですで「はい学生です」なんて私やってたんですけどもちょっといろいろ見させてもらっていいかなってこう僕のねなんか部屋を見るんですよそうしましたらね中核派のね味ビラ ビラですよそれがね結構ね45前出てきちゃったんですで私言っときますけど中華家でも何でもありませんただそういうことに興味があったもんですからそういうビラは必ずもらってね自分の家に持ち込んで何やってんだこの中華家の連中はと何が中曽根内閣妥当だなと思ってたんですところが目の前でそんな事件があって機動隊が来て私まだ若いでしょで見たら何じゃお兄ちゃんこれどういうこっちゃんでこんなもん持っとるんやってこう詰められるわけですよ 説明しようがないでしょう。いや、これも集めるの趣味なんです。って言うわけにいきませんし、いやいや、そうじゃないんだと。で、説明していたんですけども、ダメだと。ちょっと濃いということで、これ新宿所に行きました。で、この時は全部説明したら、そうかと。うん。話を聞くと、君は反対側の人間だなということよく分かったということで、無罪放免になったんですけどもね、そんなことも私はあったんですよ。だから、中学側とちょっとね、私ね、絡んでるんですよね。で、さらに、こんなこともありました。 同じ年だったんですけども、これ、靖国神社のまあ正門前の道なんですが、あの仲間たちとね、一緒にソフトボールでもやろうぜということで、車の中にね、ソフトボールとかバットとかそういうのを積んで、私ね、あのこれ、ちょっと玉川がどっかに行く途中だったんですよ。で、その途中、靖国神社の前で、やっぱりこれはね、頭を下げなくちゃいかんだろうということで、今ね、向こうにタクシー止まってますけどね、あの辺に車を止めて、靖国神社にちょっとお礼をお参りして、帰ってきたんです。 そうしたらね、やっぱり警察官の機動隊がね、7、8人で私の車を囲んでるんですよ。これね、なんでこうなったかというと、まあそこに止めた私も悪いんですが、このね、ナンバーがね、他府県だったす。しかも非常に珍しいナンバー,ーつけておりました。で、私帰ってくるでしょ。あ、やばい、中金かと思ったんですがね、もうメインはそこじゃありません。これお兄ちゃんの車、ちょっとトランク見せてもらっていいかなってトランクを開けました。そうしたらね、 ソフトボール行く予定だったからね、バットが出てくるんですよ。で、パッと見たら機動隊員がまた色めきたって、なんでこんなもん持ってんだと。どうすんだバットと。いやいや、私のソフトボールやるんですよって。ソフトボールこれなんか考えてたんだろうって言われてね。で、車の中捜索されたら、また中核派のビラが出てきちゃったんですよ。そりゃあもうロックオンですよね。ちょっとお前来いということで、そのまんま新宿署ですよ。で、またここでもね、話を聞かれたんですが、 お前この前のあのお兄ちゃんかとおうおうおうということでその時話をした刑事さんが出てきましてあそうかと分かった分かった悪かったなとそんなとこ車止めちゃあかんぞと言われて無罪方面となったんですけどねそんなこともありましたいかがでしたかね中核派法政大学靖国神社ねこんな感じでねみんな絡んでるんですよこ位置関係がいいでしょうすすぐね向こうの靖国の向こうが法政大学なんですねそしてあそこがアジトなんですよあもう一個ね 最後にこんな話もしましょうね。あのね、これ私は学生時代に非常にお世話になった方なんですけども、この方ね、この方が私ね、こういうこと昔言ってたんです。あの、今でも名前を聞けば皆さん分かるかと思うんですが、有名な3人のロックグループがいます。ロックグループを言います。3人の年齢を足すと、206歳かな。3人足すと206歳になります。有名バンドです。名前を聞けば、おうおうとなります。 そのうちの一人のメンバーなんですけどね、もうちょい今でも元気ですよ。その人と同年代のね、あの人がいて、私ずっとお世話になったんです、学生の時よーく言ってました。あのお前さ あの、ロックグループのあいつ知ってだろうって、あいつさ、って俺とね、あのちょっと前まで一生懸命ロケット一緒に作ってたんだよな、ははーっとあいつ迫撃砲っていうかね、ロケット、あのミサイル作るのすごくうまくて、俺のが一番飛ぶんだって、すっごいあいつ自慢してたんだよなんて、よく言ってましたよね。年代的にはね、60年安保じゃありません、70年安保です。まだちょっとね、えー、頑張れたというそういう時代。 ちなみに私がお世話になった人は東京理科大学出身でして、えー、そのねロックグループの一人というのはこれ今でも有名なもうあっち系あっち寄りのこれ大学を中退かなあの人はなあそういう人でございます、えー、まあそういうことで私ね、えー、私は中核派でも何でもないんですけども実は結構ね中核派とそれなりに接点があったす。 人間ということでございます。はい、今日はね。あの靖国ま終戦の木なんです。日なんですけども、普通とはちょっと違うね他の人がやらないような情報を皆さんにお届けしました。それでは。